アーニー・ボールはアメリカ合衆国の起業家、ミュージシャン、ギター関連製品の革命的な開発により歓迎された革新者である。彼はクラブやローカルテレビ局に出演するミュージシャン、そして小さなビジネスの起業家として出発し、ギターとアクセサリーの国際的ビジネスを起こし、ついには年商4000万ドルにまで成長させた。 カリフォルニア州サンタモニカで生きなお、シャーウッドローランド・ボールとして生まれ、アーニー・ボールは音楽一家で育った。彼の祖父は、スタンダードナンバー、アイルランド人の微笑みは、の作者であり、父は、車のセールスマンの傍ら、ハワイアンスティールギターを教えていた。ボールは、9歳の時に父を喜ばすため、スティールギターを手にしたが、飽きて諦めた。10代初めに、 彼は、再度楽器に興味を持ち、毎日3時間以上の練習をこなした。そして、1年も経たずにミュージシャンズ・ユニオンの一員となった。10代はじめ、ボールは、プロとしての演奏活動を、南ロサンジェルスのビアバーで開始。19歳の頃、ペダルスティールギターバンド、トミー・ダン・カンバンドに加わる。かつて、 ボブ・ウィルズヒズ・テキサス・プレイ・ボーイズのリード・ボーカルだったダンカンはバンドをアメリカ南部へのツアーに連れて行った。朝鮮戦争の間、彼は兵役で空軍バンドに入りツアーを行った。そこではギターとバスドラムを担当した。軍役の後、ロサンゼルスに戻った。彼は酒場やラウンジでの演奏を1950年代のクトラのテレビ番組、 ベスタンバラエティに出演するまで続けた。このポジションで彼の認識はロサンゼルスのミュージックシーンに広まり、スタジオや講師としての仕事を得るようになる。1957年か1958年、ボールはほぼ間違いなくアメリカで最初のギター専門店をカリフォルニアのタルザナに開いた。ドラムスティックや他の楽器を扱わないことを批判された際、彼は 俺はギターを売りたいだけだと答えた。彼は、繰り返しギター店は成功しないと語ったが、この言葉は響き渡り、何マイルも離れたところから、人々が店に来るようになった。結局、彼の会社から生み出された製品は55万件以上の店で売られ、70カ国以上に輸出された。レギュラースリンキーギター中心の1960年代のロックリバイバルにあたり、 ボールは初心者がベストセラーのフェンダー100ミディアムゲージ弦で特に0.029インチの3弦を抑えることは難しいことに気づいた。彼はフェンダーにこの問題を持ち出しより軽いゲージを提案したが断られた。ボールは弦メーカーに彼の店で売る3弦が0.024インチになった特性のセットを作ることを納得させた。これが アーニーボールブランドの始まりである。ハリウッドにほど近い店は、ザ・ビーチ・ボーイズや、マール・トラビス、ザ・ベンチャーズなどのプロミュージシャンの得意先を得始めた。ボールは、6弦を捨て代わりに、バンジョーの1弦を使うことにより、全体的により軽いゲージとするプレイヤーの増加に、注目した。きっかけは、ノーキー・エドワーズだと言われている。太い弦に苦慮していたエドワーズは、 一弦と同じ弦を二弦コースに貼ったり、一弦のコースに、バンジョーの弦を貼って二弦から六弦のコースに、それぞれ一弦から五弦のゲージを貼るなどの工夫をしていたが、エドワーズの要望に応える形で、アーニーボール社が、ライトゲージ弦を制作し、後に、スリンキーという名称で販売されることになる。再び彼は、フェンダーにより軽いゲージのセットを提案したが、却下された。 彼は、ギブソンに対してもアプローチしたが、このアイディアは、一生に付された。そこで彼は、アーニーボールスリンキーという製品名をつけ、再び現メーカーに発注した。スリンキーは、プロミュージシャンと共に、世界中を旅行し、間もなく、ボールは、個人や店からの注文メールを受け取るようになる。まだ現メーカーではなかったので、彼は、 様々なサイズで弦を個別に発注し、ミュージシャンが好みのセットを実験できるよう、間に合わせのケースで展示していた。その後、1967年店舗を売り、弦ビジネスをカリフォルニア州ニューポートビーチに移した。今日、アーニー・ボールス・スリンキーは、パッケージに使用ギタリストを掲載している。例えば、エリック・クラプトンやジミー・ペイジ、スラッシュ、スティーブ・バイ、 ジョン・ペトルーシ、ジェフ・ベック、アルバート・リー、バディガイ、アンガス・ヤング、ジエッジ、ジェームズ・ヘッドフィールド、カーク・ハメット、ブラッド・ペイズリー、マーク・ホップス、ジョン・フォガティ、デーブ・ナバロ、ジョン・メイヤーなどである。アーニー・ボールは、新しいものを作り出していない。需要を読み、既存の製品を改良し、市場の要求を満たすようしただけである。 1970年代初め、彼は会社をヨーロッパやアジアでも認められる販売業者にした。ジミ・ヘンドリックスやエリック・クラプトン、ピート・タウンゼントのほかロックの象徴たちがスリンキーを張り、今もなお続くトレンドは、アーニー・ボールを国で2番目に大きな原メーカーに押し上げた。彼は、型破りな経営方針で市場調査を無視、 製品を市場に出してからそれが成功するかテストするのを好んだ。彼は損益を必要悪とみなし、自身の直感を信じた。1980年代初め、高級ギター、ベース、アンプ製造に手を伸ばすため、ギターのレオ・フェンダー、アンプのトム・ウォーカーを擁するミュージックマン社を買収。彼は元フェンダー社員のジョージ・フラートンの力を得て、 最初の現代的アコースティックエレクトリックベースを開発、アースウッドブランドとして1972年に発表。これは失敗に終わったが、現存するものは希少価値が高い。1985年、会社は新たなサンルイスオビスポに設備を移し、ここは2003年に原製造を南カリフォルニアのリバーサイドカウンティに移すまで稼働した。 彼のリーダーシップのもと、会社は年賞4000万ベイドルに成長した。また、毎年バトル・オブ・ザ・バンド・コンテストを開催、他の商業イベントにも全国的に参加している。1984年にレオ・フェンダーが発起した楽器メーカー、ミュージックマンを買収した。詳細は、ミュージックマンを参照。カーコレクションやサーフィン、飛行機操縦など多趣味だった。 また、本やギター教則本の執筆も言った。結婚後、息子三人と、娘の場を授かった。創立以降42年間、死を迎えるまで会社に泊まった。彼は、進行中の明らかにされていない病気により、2004年9月9日、ビジネスは息子たちや家族に残して死去。カリフォルニア州、サンルイスオビスポの自宅近くに埋葬された。ありがとうございます。